はい、えー、皆さんおはようございます、えー。今日もね、あの、うん、ご質問にね、えー、お答えするコーナーということで、えー、やっていきたいと思うんですけども、うん前振りが長いぜっていうのがあってからさ、少し気にするようになっちゃったからね、<laughs> うんなるべく前振りないようにね、さ、え、せ、ー、ていただくんですけども、 せっかくいい天気だからね、天気の話もしようと思ったけど、やめとこう <laughs> ってことで、え今日はね、えこれ、刀チャンネルさんっていうのかな、えー、先日は、フェイスブックにてありがとう。うん、なんかあったかなうん、えー。会長が考えるインフレ時の今から手をつける推しの現物資産を教えてほしいです。うんうん。フェイスブックで聞いてよ <laughs>。また、金、ゴールドは5年以内で下がりそうですかね えー、不動産と金などに投資はしてるのですが、おおなるほど。個人予想で金はもう上がらないのではないかと予想しています。えー、よろしくお願いしますってことなんですけども、あのね、僕はこの、金の話をしてさ、で、結局、皆さんね、金買ったりする人も増えたんじゃないかなと思うんだけども、あのー、ちょっと誤解してる人がいてさ、で、あのー、アンティークコインとかがいいんじゃないかとかさ、 で、なんかアンティークコインに投資するみたいなね、なんか人もいるみたいだけど、やっぱ僕ね、そういうのってさ、プレミアムの方が多いわけで、ね、例えばさ、あの、うん日本の古銭ってあったじゃ古銭俺も子供の頃集めてたって。え、日売ってるからさ、店舗通報とか、<laughs> 値段が上がるんじゃないかつってさ、<laughs> ね、お小遣いついで買ったけど、値段上がるどころか今ね、ただ同然じゃないの、今。ね、そんなに金額来ないよね。 うんだから、買った時と同じくらいの金額さえ、もう昔高かだったからね。店舗通報とかさ。ね流行った時期があったよね。で、その、はや、まあ、切ってもそうじゃん。見返り美人とかさ、なんかそういうのを。<laughs> 学校で流行ってたからね、えー。よく集めましたけど、今どっかに置いたんじゃねえかな。こんなにちらっと見たな。うん、あったんですよ。で、でもね、今となってはさ、あのー、ほとんど価値がなくなっちゃったよね。だから、 アンティークコインとかも僕はね、あんまり、その、おすすめじゃないかなと思うんですよ。で、じゃあ、金ってのはどうなのってことなんですけども、まあ、この間もお話したかもしれないけど、金のね、田中金属、100万円、ね、以上の取引はさ、全部、ね、現金はか買わしてくれないんでしょう。っていうようなことを今、規制始めたでしょ。これはまあ、2024年の、お多分、うん、通貨がね、変わるときに、えー、チェックできるように、 今から現金をね、その、うん、例えば、うん、タンスカなんにね、入れてた人が、うん、このお金をね、口座に残すんじゃなくて、金を買おうみたいなさ、そういう動きでやってたから、多分そこの規制に入ったんだろうなと思うんですよね。つまり、あの、そういうさ、ものを買いなさいとは僕は言ってないわけ。で、じゃあ、何がいいんですかっていうことなんだけど、これも本当はね、あの、教えたくないんだよ。 うん、だけどうん、もう最近はなかなか手に入らないんじゃないかね。まあ、売ってるんや売ってるけど、ちょっと高いわね。あのー、っていうんで、ただ、プレイが、ね、いいあのー、これさ、うん、まあ、誤解をしないように聞いてくださいね、うん。これあの、いろんな人が聞いてるから、誤解をしないように聞いてもらいたいんだけど、例えばさ、価値ってどういう 動きをするかってことね。金の価格って今さ、8500円超えちゃったよね。で、じゃあ、その金の価値とお金の価値っていう比べるものが日本にはあるんだよ。<laughs> 日本には <laughs>。<laughs> よく僕ね、セミナーでお話しするんだけど、今日はちょっと準備してみましたけど、ね、えー。こういうさ、これは昭えっ、ー、と、いつだ昭和61年にね、 出された金貨ですよ。これ。ね、金貨。こういうのがあるのね。これパッケージ入ってますけど、金貨。これこれはね、確か20グラムかな。20グラムだから、8500円か。まあ、単純に計算して8500円か2だ。20円、二十グラムだったら、ね、えー、うん、八千8500円だから16の17か。17万円だね。うん、っていうことになるよね。 そうだね。17万だよね。算数大丈夫かな <laughs> ?17 万円ですじゃん。でもこのお金は10万円なんですよ。だから、ね、これ金にしたら17万円の価値あるけど、ね、こんなものだったら10万円じゃん。だってこれ、あれですよ。日本の国が、日本の政府が発行してるんだから、確かそうだな。これね、政府が発行してるんですよ。まあ、金貨だからね。これ政府が発行してるの。だから、こいつで、 買い物行けんのよ、10万円で。うん。ってことは、通貨として10万円じゃん。あのー、ちょっと税務署に問わせてみたいけどさ、これって10万円じゃんで、これ例えばさ、溶かして金にしたら、ねあの、いけないでしょお金だから。うん。だから、ね、あのー、金としては価値は17万円あるんだけども、ね、えー、お金としては10万円なんでしょう どういうことですか <laughs> まあ、そういう意味で言うと、これは物を変えるんですよ。でね、これが、例えばだよ、ねええー、通貨制度が変わって、お札が、ね、変わったとしても、これの普遍的価値っていうのは、国が保証する10万円なんですよ。うん。だから、ね、あの、金は上がるかもしれないし、下がるかもしれないよね。でも、お金はお金じゃん、さ。うん。だから、 ねえ、う、え、ん、ー、とー、これ記念コインじゃないんだもん。うん。ね記念の通貨だから。うん。日本国だね。やっぱ日本国。10万円って書いてあるんだから。もっとひどいね。平成2年のやつは30グラムあるんでしょ。でも10万円なのよ。でも30グラムだったらいいかですか <laughs> これはなかなか一般の人は言わないよな。うん。ということでね。 あのー、まあ、ああのー、別にね、その、なんとの、うん、規制がどうこうっていうんじゃなくて、ね、あのー、まあ、あ一応さ、この、財産としてね、要するに、えー、持つとすると、まあ、あいつも言うように、ね金っていうものが通貨制度の中で、ね、生きてた時代がありました。ね、江戸時代は、ね、その、うん、文化として、ね、その、うん、小銭を集めてさ、 ね、一両に変えると、金、ね。で一両小判が、まあ、これと思ってくださいよ。うん。っていうことじゃん。一両小判、これ。で、金って、ね。もうこれ使えるんだもん。これ今まで、ね、あの、使ったやつはいないかもしれないけど、使うと思えば10万円だもんさ。<laughs> なんですか、これって言うかもしれないよね。だけど、ね、これで、ね、10万円の代金払ったやついたら、あれじゃないのもらったやつは大喜びだよね。っていうことじゃん。っていうような、あの、ものもあるのよ。 うん。っていうこと。だから、アンティーコインとか、ね、僕、あの、住めたことないからね、別に。なんかさ、コインっていうので、なんか、連動してね、俺が住めてるみたいなこと言うやついるけど、ね、あの、それはないから。うん。あの、そういう、その、価値ね、の変動するものに対して、どうかっていうことなんですよ。で、ほら、今ね、あのー、うん、中国で流行ってたさ、あの、ローレックスのね、あの、金木のやつとかさ、 ああいうのが、根崩れしてるよね。うん。だから、うん、だってさ、定価が440万のやつが、ね、中古屋でさ、880万で売ってんだよ。<laughs> ありえないでしょうよ、それは。それはさすがにありえないと思うんだよね。で、希少性っていうこともあるかもしれないけど、そのプレミアム分は、僕はその、買い手がつけば、ね、自由相場の中で売り買いされることあるかもしれないけど、それを一つの資産基準にしちゃダメよ。 うん。ね、あのー、今ね、この世の中、物価が高としてね、で、円安になってね、で、まあのー、海外からの、あのー、物に対する需要は多いかもしれないけれども、ただ、買う人っていうものが、今度ね、例えば、えっと、まあ、そういったんだけど、隣の国のね、ちょっと、成金の人たち、えー、お金に困って今度売りにかけたら、ね、あのー、相場が下がっちゃったみたいなさ、 情報もこの間で出てましたけども、あのー、それじゃあ、あんまり資産としての、その、なんとかな、地に通じたものじゃないじゃん。で、これはさ、ね、日本の政府が発行したんですよ。わかるだから、誰かが作ったんじゃないの。ね、日本の国家が保証するお金なんですよ。って考えたら、どうですかなんか、これが一番いいじゃないの、なんつうとさ、みんな買おうとするから、ね、なかなか値段が上がっちゃうかもしれないけど、ね、要するに、 ただ、あの、僕が思うには、やっぱりこの、通貨制度の中で、やっぱ普遍性を持ったね、いわゆる、うん、安定した資産として考えると。で昔はこの10万円の金貨のさ、時の金の価格で言ったら当然だけども、<laughs> うんと安かったわけでしょでだけど、今だってこれ、ね、金価格上がっちゃったんだもん。でもさ、政府としてはさ、これを作ったことによって、まあ、何枚発行したかわかんないけど、 要するに、えー、これを持ってる人がいるわけだよ、日本に。うん。すると、ね、これは日本の資産と一緒でしょうん。っていうように考えれば、あの、こういうさ、あの、制度を作ってくれたわけだから、この制度に乗った方がいいでしょっていうことなんですよ。うん。だから、まあ、あのー、いろんな人がね、いろいろ、あのー、わけがなるいこと言う人いるけども、あのー、やっぱり資産ってものは、まあ、不動産も含めてね、あのー、やっぱり価値っていうもの、 ね、要するに、お金に変えられる。ね、将来お金に変えられるものが資産だから、ね、逆に言うと、プレミアムで、今これが値段いくらだからってお金突っ込みました。だけど、その価格が半分以下になっちゃったら、損でしょっていうことなんだよね。だから、あのね、えー、ま、うー答えとしては現物資産。で、ねえー、ご質問いただいれば答えました。ね、と、えー、いうことで、あの、うーん、 あんまり興味ない人は <laughs>、耳流してください <laughs>。ちょっとこれ結構なノウハウいっちゃったね。ということで、まあぜひね、今後ともうチャンネル登録してね、えー、たまにはこういうちょっと面白い話もしますからあですね。あ、それとあともう一つね、あのー、うん、ほら、この間も注意,注意したけども、ね、まだやってるんで、あのー、ね、僕になり,なりすまして、 ね、LINE に誘導して何言ってるか分かんないけども、そういうの乗っかんないでね、引っかかんないでください。ね、僕じゃないから、それは。僕から何かを買ってくださいっていうことは言ってないでしょ皆さん、僕からこれ買ってください。<laughs> なんつったらさ、怪しいじゃん、さ。<laughs> 今までこうやって積み重ねてきたね、あの、実力とかさ、実績とか信用とかを、そんなくだらないことでね、なくすあれないし、で、なんか知らないけど、なんか知らないっていうか、あの、ね、皆さんなんか僕に、 あの、ね気を使っていただいてるか分かんないけど、ね投げ銭方式にした方がいいんじゃないかとか、ねあの、サロンにしたらいいんじゃないかとか言うんだけど、ね別にそんなの、あの、お金困ってないんで、<laughs> 別にさ、<laughs> そこで稼ごうとか思わないんですよ。<laughs> だから、別にね、あの、さらっと聞き流して皆さんの、ね、役に立って、皆さんが将来ね、とか年金とかで困らないとか、年取ってもね、お金困らないようなさ、 人生説教をしていただければいいんじゃないかなと思ってやってる番組なんで、あの、ね、その、そこらのケチなね、<laughs> YouTuber と違うんだから <laughs>、そのやっこかいのないようにお願いしたいと思います。<laughs> ということで、時計壊れてないよ、これ。<laughs> 壊れてるんじゃないか直 <laughs> せない金、ね、ないわけじゃなくて、動くよ、ちゃんと。<laughs> 皆さんご心配なくね、ね。ということで、何、えー、とかやってますから。<laughs> <laughs> ということでね、今日も一日ね、えー、楽しく過ごしていただけばいいんじゃないかなと思います。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、 入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。